パート14です。考えたんやけどさ、もらったペンダント返すってどんな気持ち？でも有利だったら確かに返しそうよな。でもなんやろ、好きやんって。前回はコンラッドが剣を抜いたところからですね。続きます。天下部で箱をすり替えた俺たちは追っ手を振り切ってなんとかカロリアまで帰ってきた。しかしやってくれちゃうよな。天下部で優勝して手に入れる気満々だったのに。祝勝会の最中、俺の知らない間にただの箱とすり替えて風の終わりをゲットだなんて。それにしてもコロシアムでは驚いた。俺の出番に出てきた相手は名付け親のコンラッド。コンラッドは生きていた。こんな嬉しいことはない。でもなんで大シマロンなんかに。そんな感じで落ち込んでしまった俺。コンラッドのことは正直辛いけど、でもそうも言ってはいられなかった。二つの金器の箱は厳重に新魔国まで持ち帰らなければならないし、カロリアの復興支援もまだ続く。ということでよろしいですね、陛下。なんかさ、前回のあらすじをユーリがやってくれたことによって僕がいらないっていう。ということでよろしいですね、陛下。はい。もちろん。いや、ごめん、なんだっけ。まるで上の空だな。あんなことがあって落ち込むのもわかるが、大事な話くらいは聞いておけ。ごめんなさい、もう一回お願いします。ごめんなさい。ではいいですね、もう一度申し上げます。私めギュンターとギーゼラがここに残り支援の指揮を、残りの者は箱とともに新魔国へ帰ります。ちょっと待ってよ、それは嫌だ。こんな状態でまだ新魔国には帰りたくない。またそのようなことを。ここは私めがしっかりと指揮を取りますので、陛下はお帰りください。皆様、お話をされている中大変失礼いたします。いや、カモン、何事か。つい先ほど小島論より使者が参られたのですが、それがノーマン様でもフリン様でもなく魔族の方々にお目通りを願っておいでなのです。なんだと。我々がいることをなぜ知っている。大シマロンからは逃げてこられたけど、小シマロンには筒抜けだったとはね。驚きだ。でその使いの要件とは。それが新魔国の方へこの度混乱を起こした方へか行為への謝罪と国交正常化を申し入れたいと。いいね、それなら。なんだって、そんなバカなことがありえるか。そんなの罠に決まってる。まあ待て、そう早急に結論付けるな。わかりました。とにかくその使いとやらには私が会いましょう。話はそれからです。ああ、俺も。ではギュンター様こちらへ。今フリン様が使者のお相手をしております。使者の話など聞く必要があるものか。そのようなものなど門前払いでよかったもの。とにかくフォンクライスト教が聞いているんだから待ってみよう。真意まではわからないだろうけど。ちょっとどうした渋谷。いや、なんでもない。お待たせしました。使者の要件をまとめましたのでお聞きください。1、この度カロリアとその近郊でしでかした一切の行為を部下に成り代わりお詫びしたい。2、カロリア復興支援に対し宗主国として礼を申し上げたい。3、過去の戦を戒め今後は友好国として国交を正常化させたく場を設けさせていただきたい。さらに
これらを実現させる場を新魔国決明城とし、ぜひ小島論王を招待願いたいと。怪しすぎ。新魔国に招待しろだと？ふざけるのもいい加減にしろ。敵国の王をもてなす必要などない。我々がこのカロリアにいると知って言いのけたのだろう。くだらん浅知恵だな。さすがに私もこれには面食らいました。もちろん丁重にお断りさせていただきましたが。あの、いいかな。みんな反対ばっかり言ってるけど、せっかくなんだから国交の正常化だっけしようよ。戦争しなくて済むんでしょ。お前は本当にヘナチョコだな。ユーリの育った世界の言葉で言えば、徹底的にヘナチョコキングだな。やめろよボルフ、人前でそんな何度も何度も。っていうか変な英語を覚えるな。それってヘナチョコながらも王様であるという意味かな。それともキングオブヘナチョコって意味。いいかユーリ、なぜこの町に若者がいないのか、なぜこの町の復興を支援してるのか考えたのか。あ、それは確かにみんな小島論のせいかもしれないけどさ、先日の混乱の直前にも魔族との決戦のため兵力を集めてると言い切ったそうじゃないか。それがいきなりどの面下げて仲良くしましょうだ。絶対裏があるに決まっている。そうだ、箱だ。小島論の連中は箱を取り返したくて躍起になっているんだ。そのための罠だろう。それは十分に考えられる。だがそれは憶測に過ぎん。でもこのまま申し出を断るなんて俺はしたくないよ。せっかくのチャンスなんだし。チャンスか、そうかもね。とにかく小島論の真意ってやつを確かめる必要があるね。ここは一応提案を受ける代わりに、この中の誰かを小島論に派遣するっていうのはどうかな。患者ってこと？この提案を受ける場合、新魔国に招待しないってことは誰かが小島論に行くってことだよね。確かにそういうことになりますが、しかし小島論に誰かを派遣するだなんて。そうだな。残りのもので箱を新魔国へ運ぶこともできるし、復興支援も継続できる。その間に小島論の真意がつかめれば問題なかろう。じゃあ決まりだね。あとは誰を小島論に派遣するかだ。はいはいはい、俺が直接小島論を見てきて。ダメだ。ダメに決まっているだろ。なんでだよ、国に関わる重大な問題なんだろ。だったら俺が直接見に行くべきじゃないか。お前は小島論のせいで死にかけたばかりだろ。あんな目にあってまだわからないのか。だって今度は国の代表として公式に訪問するんだろ。だったら国賓として扱ってくれるはず。国賓？シマロンの連中が我々を国賓として迎えるだって。奴らにとって我々は敗北を喫した唯一の敵国だぞ。それは今でも同じだ。賓客などと扱うものか。だってそれが大人の対応ってもんだろ。甘い。全くもってお前は甘すぎるぞユーリ。兄上、ここは僕が参ります。いや、お前もダメだ。なぜです。兄上、自分の身を守る術はわきまえています。国を愛する気持ちは誰よりも持っています。ではお前は子孫じた時に死んで償う覚悟があると。この場で承認され小島論への任を追えば、それは汚名を受けたに等しい。些細なことでもしくじれば頭を下げるくらいでは済みはしない。命で償うだけの覚悟があるのか。王に忠誠を誓ったその日からその覚悟はとうにできています。命の覚悟？王に忠誠？俺のこと？ボルフラム、やはりお前はダメだ。かくなる上は私が参ります。できることならば陛下よりお言葉を拝命し、私がかの国へ参ります。ああ、なあギュンタ、無理に志願しなくてもいいんだよ。そうだぞギュンタ、むしろ僕に譲るべきだ。廃墟でやられた後はいろいろとあったそうじゃないか。そうそう、体の調子もあれだけど
まだいろいろと混乱してて、頭のネジが緩んでたりするんじゃ。私ごときの身を案じてくださるとは、なんと優しいお方なのでしょう。とろけそうな気持ちでございます。しかしながら、この度の任だけはどうぞ私にやり遂げさせてくださいませ。たとえこれが今生の別れとなりましても、私はかの危険な地へ赴く心づもりでございます。うん、困ったな。そこまで言われても決められないし。わかった、その心意気を買うよ。ギュンターにお願いする。もうグエンダルさんに言ってほしい。言って、うん、はい、すいません。えか、そんな殺生な、この私には信用が置けないとおっしゃるのですか。そういう問題じゃなくって。そんな意味じゃないよ。ただなんか心配なんだ。それになんかキャラが違うし。まあ、そう、ユーリが言ってくれた。私が無理をしているというのですか。案じていただけるのは非常に嬉しいのです。ではこの件は私が汚名を受けて小島論に赴く、ということでよろしいな。この任が僕ではないのが不満だが、兄上が行くとなれば誰も異論はないだろう。なんかそういう感じで選んだ。ユンタ、そんな悪く受け取らないでよ。ここはみんなでグエンダルにお願いしようよ。こうして今までと変わらず陛下のおそばにいられるなら、それに越したことはないのですが、まあ、ギュンターはちょっと横にいてほしいね。そう、ポジティブバンキングだよ。何事もいい方に考えないと。バンキングって何。バンキングは渋谷のお父さんの仕事だろ。それを言うならポジティブシンキング。ユーリカ、何かあったのか。もう支度は済んだのか。支度も何もカロリアについてからこっちずっと手ぶらみたいなもんだったからね。お前はいつも気楽なもんだな。それよりも先ほどの話だが、兄上といい、ギュンターといい、何もあそこまで言わなくたってよかったと思わないか。ああ、小島論についてく話ね。あれはもうなんか流れが悪かったっつうかさ、国のためを思えばこそだ。別に浮ついた気持ちで言ったわけじゃない。納得がいかないぞ。もう決まっちゃったことはどうしようもないよ。いいや、仮にもお前は王なんだから、もう少し僕に味方したらよかったんだ。気の利かないやつだ。そんなこと言われても、俺が余計なこと言ったらそれこそ火に油を注ぐようなもんだろ。もういい、終わったことは仕方がない。それでそれはさっき僕が言ったよ。ユーリはどうするんだ。え、何か。お前はこのままでいいのか。このままおめおめと神馬国に帰るっていうのか。俺だって小島楼に行きたかったさ。そうだろう、僕だって行きたいんだ。となれば行くしかないだろう。え、行くって小島楼に。そうだ、僕は船は苦手だが、そんなことでひるんだことはない。お前もそうだろう。そりゃそうなんだけど、実は俺も最初から行こうかと思ってたんだよ。そうとなれば話は早い。あとはどうやって乗り込むかだな。それならいい考えがあるんだ。特使が乗る船の倉庫に置かれる食料品の箱の目星はついてる。食料と一緒に潜り込むって寸法か。ユリのくせに用意がいいじゃないか。くせにってなんだよ、くせにって。ほう、行くことに乗った。あ、これあれかな、誰と行くかみたいな選ぶやつだったんかな。場所移動した。港に着いたぞ。おいおい、そんな堂々と立ってると目立っちゃうって。こっちこっち、倉庫はあっちだ。行こう。王たる者がそんなにこそこそするな。こういう時は堂々としてる方が怪しまれないものだ。だからオレンジの箱に囲れるのは反対だったんだ。オレンジ色って時点で神経を逆なでするんだよ。うるさいぞユーリ、お前の言う通り魚の箱にしていたら今頃は生臭さで窒息してオープ。うわ、ボルフ、吐くな、ここで吐くな。で、あっちは空なんだから臭くなかった。あ、これ来る、あの、空なんだから臭くなかったと思うんだよな。チェ、食料に混じって乗り込むのはいいアイディアだと思ったんだけど、まずいぞ、誰か来た。僕、もう見つかりたくなって、ウップ、その方が楽できる気が、オープ。今さらもう、どれされもしない、ウップ。変な語尾でバカを言うな。俺たち密航中なんだぞ。見つかったら海に放り込まれちゃうよ。僕とお前をか、そんな勇気のある者がいるのものか。王と婚約者を無下に扱いはしないだろう。問題はグエンダルだよ。あれだけ小島論に一気に反対された二人がこうして今ここにいるんだもの。確かにな、敵国にのこのこ出かけていく王様なんていないからな。って言ったってな、ただ待ってるなんて俺にはできないよ。だから今ここにいるんだし。
お前らしいな。だが仕方なくこうしてついてきた僕の身にもなってほしいもんだ。よく言うよ、結構楽しそうについてきたくせに。それにしても狭いな。こう狭いと独女アニシナみたいな気分になる。ただ足を伸ばすなよ。お前の剣が邪魔で。何？なんで独女アニシナ？あるカバンの修理で職人が開けるとアニシナがみっちりと詰まっているんだ。読むなら待ってるぞ。ほら、文庫サイズだ。量産型アニシナ。でもこの暗がりでは読めないな。あ、明るくなった。これならよく読めそうって。箱の蓋が開いてるし。しまった、見つけられた。やはりお前たちか。倉庫で話し声が聞こえると部下から報告があって、来てみればこのざまだ。一体どういうことなのか説明してもらおうか。やっぱりそのどうしても小島論に行きたくて。ボルフラム、お前もそうか。はい兄上、僕も同じです。有利が行くとなれば黙って待つなどできません。本当に仕方のない者たちだな。しばらくここで待っていろ。船長と話し相談してくる。兄上、まさか引き返すというのですか？そうだ、それが可能ならばな。ウェンダル、ちょっと待ってよ。なんだ、まだ言いたいことがあるのか？もう、その話はカロリアで散々しただろう。納得がいかずに密航してついてきたというわけか。対話で納得ができなかった後に強硬な行動に移す、これがお前の言う平和主義とやらなのか？いや、それはどっちかといえばそういう行動は下賤な衆のすることじゃないのか？強いて言うならそうかもしれません。そんなことでどの民がお前についていくというのだ。お前もだ、ボルフラム。すみません兄上、ごめんなさい。仕方がないな。もはやカロリアに引き返すわけにもいかん。このまま小島論に行こう。やった。かといって魔王が訪問すると触れ回るわけにもいかん。お前たちは目立たぬよう変装してもらう。ありがとうグウェンダル、なんかめんどくさいことさせちゃったみたいだけど。ぬけぬけと言ってくれるな。ボルフラム、お前はこやつの護衛だ。分かっているな。承知しております。兄上、ありがとうございます。別にお前たちの行動を認めたわけではない。状況だけに致し方なく決めたまでだ。帰ったら二人ともきつい急を据えてやるから、そのつもりでいる。分かったな。うわ、だいぶ怒ってるね。そりゃそうだろう。なんか言ったか？いえ、なんでもないです。以後注意しますです。あ、グエンダル、あ、もう到着したの？いや、小島楼の巡視船が出てくる前にお前たちには準備を済ませてもらう。ボルフラム、本来なら船に残ってもらうところだが、陛下の護衛としてついてきてもらう。表向きは私の警護だ。あまり無駄口を叩いて面倒を起こすな。はい、分かってます、兄上。サラレギー王都の城内ともなれば満足な数の護衛はつけられないだろうからな。そのためにも先ほど言った通り身分は偽ってもらう。いいな。準備ったって俺たちほとんど手ぶらだけどね。よいしょっと、ちゃんと切れたよね。ん、グエンダル、なんかおかしい？いや別におかしくはない。ただ、いや、なんでもない。ん？何、気になるじゃん、そんな言い方。いや、そういったものを着るのも似合うものだな、お前には。バカ野郎、何、なんだよ、なんだよ急に。ああ、まるでギュンターみたいなことも言うんだね。ありがとう。どうした、何を膨れている？ボルフラム、勘違いするな。そういうことではない。どういうことだよ。そうだよ、ただ似合ってるって言ってくれただけじゃないか。でもこのタイミングで普通言わのちゃうから。分かってる。ふん、綺麗。いよいよ小島論か。気をつける。なんかガチで戦闘っぽくなってきたな。もう愛の力というやつだ。
それにしてもこんなに快適な馬車の旅ってあるんだね。ふんふんふふふふん。あ、いけない、ついつい鼻歌が。小島論はすごいんだね。道が整備されてて快適な旅って全然体も疲れないんだね。それにしてもボルフラム大丈夫？心配してみようか。なんとなく。うるさい、つまらないことを聞くな。なんだよ、辛そうだから心配して聞いてんのに。大丈夫だからそれ以上言うな。せっかく忘れたのに思い出したら辛くなって。ウェップ、あ、本当に余計なこと言っちゃったみたい。神を信仰する人間の土地であるとか、法力に従う要素が満ちているとか、敵地でのさまざまな障害ね。かわいそうに魔力が強いばっかりにこんなにも苦しんじゃうなんて。地球人 DNA で構成されている俺の肉体はどこもかしこも絶好調だったのに。あ、宿が見えてきた。なんかでも平和そうな街やけどね。今晩はあそこに泊まるんだろうな。あの立ち上る煙は、いや、あれって湯気かってことは温泉があるってことだよな。それにしても随分豪勢な温泉宿だな。お腹も空いてきたところだし、なんつっても育ち盛りには食事が楽しみだっつーの。いちいち子供みたいにうるさいぞ。その上食事の話は終え、うん、お前のせいだぞ。うっぷ、あ、ごめんごめん、宿までもうちょっとだから我慢我慢。宿に着いたぞ。ほら、みんな早く部屋に。ぜぜ、もうダメだ。いや、このくらいなんてことは。ちょっと待て。いや、すぐに行く。この程度の法力など。あら、魔族の皆さんは法力酔いで撃沈ですか。今晩のところはもう寝るか。グー、うん、よく寝た。せっかくの温泉街なんだし、朝風呂にでも入ろうかな。みんなまだ寝てるみたいだし、一人で行ってこよっと。というわけで、純血魔族の皆さんがベッドで撃沈してる間に宿内探索、温泉にゴー決してスケベ心ではなく探求心だ。宿に泊まる団体さんなら非常口は要チェックだ。で、あっさり大浴場を発見してしまった。私有混合大浴場？ん？これってやっぱ混浴？いざ、昔のお姉さんばかりでも男渋谷優里16歳、後悔はしませんとも。で、湯気で何も見えないや。ん？モフ？なんだろう、毛玉が無数に浮いてる湯の花じゃないです。おお、びっくりした。ヨザックさん、あんたも脱ぐんだね。え、その声は、まさか、なんであんたがこんなところまで。こんなところまでとはご挨拶ですね、陛下。久しぶりに。ってほど久々じゃないかもしれませんが、トト結構上がってたよ。せっかくお会いするってのに、再会を喜ぶ抱擁もなしですか。あのさ、どうしてあんたが小島論にいるの。あ、そうか、じゃあまずは再会を喜ぶ抱擁から抱擁してみましょう。ようこそ、大人の羊の夜の社交場、私有混合大浴場へ。威嚇された。で、危うくヨザックに抱擁されずに済んだけど、羊風呂、全然混浴じゃねえじゃん。え、陛下、お気づきになりませんでしたか。ちゃんと私有混合ですって。男女混浴じゃなくて、オスメスミックスなので。あははは、参りましたね。羊さんたち次々と浴場しちゃってますぜ。嫌すぎる。羊が浴場してる風呂でお風呂入るの。なんという下品温泉なんだ。なんでそんな普通の顔して獣まみれでいられるわけ。いやーだ、陛下ったら羊くらいで取り乱しちゃったりしてかわいい。私だって獣ですもの。こんなやつがうちの敏腕兵士なのかと思うと、グエンに軍の何たるかを問いただしたくなる。ん？坊ちゃん、なんか言った？いや、別に。それより坊ちゃん、報告があるんですよ。鳩を飛ばすよりは直接話した方が手っ取り早いってんで、ここで待ち受けてたんですけど、どうやら閣下は法力酔いで使い物にならんようですね。うん、魔力の強い人は撃沈したっきり。そういうのも考えものだな。
まあいいや、修行不足の温室魔族はほっといて、非常事態なのでお話ししますが。あ、どうも小島論国内にも多かれ少なかれ反対派が存在するらしいんですよ。そんなもんだろう。満場一致での賛成なんてどこの国でもありえないよ。ところがほんの少し前まで小島論は一致団結国家だったんです。2年前に弱冠15歳で即位したサラレギ陛下には、サラレギ？妙な求心力がありましてね。サラ？この知人はカリスマ性とか呼んでましたが、常に進化の心をつかみ、握って叩いて揉んで離さないっつう。こうなったやろ？マッサージの得意そうな王様だな。2年前に15ってことは今17、高2か。若いのに大変だね。でその反対勢力がね、しょぼいんですけどね、しょぼいなりに頑張っちゃっているんですわ。とにかく組織が小さいので小回りが効くんですよ。だから大側もなかなか尻尾がつかめないっていうか、かといっていつまでも潜伏してたら政府の政策はどんどん進んじまいますからね。そいつらもいよいよ行動に出そうなんです。実は今小島論はかなり緊迫した状況なんですよ。行動ってどんな？まさか国家転覆とか軍事クーデターとか。まあ手っ取り早く王の暗殺。ああ誰か入ってきた。綺麗な足。婚欲万歳。いや、よせグリエちゃん、汚いだろ。さっきまで前にかけてたタオルを俺の頭にかぶせるなんて。言いながらも坊ちゃん完全に見とれてますぜ、入ってきた人を。風呂はいいね。あーなーにー。ちょっと待って、してるよね。僕のペンダントしてるよね。あれ、それ僕のペンダントなんですけど、あれあれ、おや、僕のペン、おや。まあ話聞きましょうか。女の子みたい。喉仏？男かよ。私がいるじゃない。風呂は肌も心も潤してくれる。特に羊風呂はたまらないね。そう感じないかい？なんかエヴァンゲリオンでもそういうこと言ってなかった？はあ。風呂は命の選択だって。じゃあそれは美里さんか、ごめん。どうしたの？元気がないね。シマロン流の温泉は嫌いかい？ああ、風呂の中でもメガネしてるの？ああ、僕の目は熱と光に弱くてね。僕だって変だね。もういい年をした大人なのに、いまだについ僕なんて言ってしまうんだよ。いい年どころか、もっと年寄りなのに僕っていうやつ知ってるから。ボルフラム。それにしてもどうして俺の周りにはこう美少年ばっか集まってくるのかね。やだ坊ちゃんたら、グリエ照れちゃう。そっちの人はグリエっていうの？ええ、そうよん。って気になってたんだけど、君は天下部で応援してくれてたサラだよね？そうだよ、よく覚えていてくれたね。前にも言ったけど、私のことはサラと呼んでほしい。その方が親しくなれた気がするから。俺はクルー、ユーリ陛下。そうでしょ、名乗っていただくまでもない。あなたは私にとって最高の賓客だよ、ユーリ陛下。まさか我が小島論をご訪問くださるとは先日まで思いもしなかった。どうして俺の名前を？知らないものはないさ、総国の魔王陛下。前世とか絶対あるやろ。ないか、坊ちゃん。ちょっとな、何？知らないふりをして聞いてください。彼のことです。サラと名乗り、我が小島論と口にする少年。今さら言うまでもありません。彼こそ小島論の王サラレギですよ。今は危険です。
気づいてないふりをしててください。わかった。 ところでその青い石のついた首飾りは、あの、まじそれコンランとかもらったとか言ったらもう顔面ぶち返してこの湯船に顔をうずめてちょっとあのお亡くなりになってもらいますけれども、ああこれ私には何の効力もないんだけど魔石なんだ。綺麗でしょう。うん、うん、それと人には前世があるって言ったら信じるかい？あんまり。え、前世突拍子もないこと言っちゃったかな。この魔石は大切なものなんだ。ある人からもらったんだ。私に渡すまではその人もとても大切そうにしていたんだ。え、嘘やろ。コナト、え、それ、え、何？ペンダント帰ってきた。やった。次の子に渡そうってこと？そう、やっぱ魔石なんだ。あの魔石はコンラッドに渡したはずなのに。ああ、けどまずいよな。正体がバレてしまった。それも小島論の方に。早くみんなのところに急ごう。グエンダル、大変なことになっちゃった。なんだ？いや、その…小島の脳をサラレギにあったんだ。小島の脳をサラレギとあっただと？そう。風呂の中で、か？そうなんだよ。しかし、なぜこのような街道の宿に小島の脳が？それがさ、グエンダル、バレちゃったんだ。何がだ？俺が魔王だってことが。なぜそのような事態に、まさか自分から打ち明けたというのではあるまいな。違うよ、そこまでバカじゃねえって、もっとまずいことに見抜かれちゃったんだよ。湯気で瞳の色は分かんなかったはずだし、髪だってヨザクがとっさに隠したんだ。なのに簡単にバレちゃうなんて、髪と目の色以外に魔族特有の身体的特徴があるのかね。さあな。コンラッドじゃない。うわ、眉間のシワがやっぱり怒ってる。私が怒っているだと？いや、その、とにかく俺が温泉に入ったりしなけりゃよかったのかもしれないけど、サレデギは言ったんだよね。あなたが王であることは見る者が見ればすぐわかる。話している暇もないようだな。サレデギからの使いの申し出だ。お食事のお誘いだそうだ。来たか。飯食ってごちそうさまでは済まないよね。これは単なる会食ではなく首脳会談のお誘いだ。アニエに代わって言わせてもらうぞ。本来はアニエとサラリギーの会談だったのだからだ。全権特使と言っておきながら、これではただの護衛と変わらないんだぞ。わかっているのか。まさか風呂場でバレるなんてさ、俺だってそう思うと冷や汗と涙を禁じ得ないんだってば。それにしてもこれから食事だってのに、こんな心境じゃ飯が喉を通るか自信がないかも。おはよう、ユーリ陛下。おはよう、サラリギー陛下。つい緊張で噛んじゃった。おはよう。噛むことある？ユリ陛下、急にお誘いして申し訳ない。お招き猫いただきますって言って、ゲーなってボルフ。こちらこそ朝食をご一緒できて嬉しいよ、サラレギー陛下。お互いに陛下と呼び合うのはよそう。我々は対等な立場のはずだ。そうでしょ、ユリ殿。殿って呼ぶのもやめていただけますかね。俺は最初から陛下と呼べなんて言ってないよ、サラレギー。こいつ何やってんだよ。本当に？ではユーリと呼んでもいいんだね。なんだちょっとユーリのあの嬉しそうな顔は。どうぞ。さあ座って話そう。ところでどうしてそんな服を着ているんだい？密航中で着替えがなかったんだ。王が密航？興味深い国だね、新魔国は。でもその服もあなたにとてもよく似合うよ。ところでカロリアの厄災の折には新魔国に救援を受けていたのだね。あなたたちの無償の援助には本当に感謝している。カロリア委任統治者に代わって礼を言わせてもらうよ。本来なら真っ先に我々がすべきことだった。遅ればせながらも申し入れたが、フリンには
もちろん、いずれは受け入れてもらうつもりで、人も機材も確保してあるのだけれどね。サラレギ、カロリア被災の原因を何だと思ってるんだ？もちろん承知している。分かってるんならそんな悠長なこと。すまなかった。本当に申し訳なく思っているんだ。箱を開ければ恐ろしい厄災に見舞われるのは誰もが知っていたはずだ。ましてや本物かどうか疑わしい鍵を使えば力を制御するのも難しい。私たちも理解していたはずなんだ。それに私にはあまり箱の力とやらが信用できないんだ。力は常に人の中にある。戦で勝利をもたらすのは箱などではなく人の力だと思っている。民も部下たちも皆私の気持ちを理解してくれていると思っていた。賛同し理解してくれるものと。でも地の果ての持つ聖なる力の魅力に取りつかれ、先のことを考えずに浅はかな行動を。ああ、その一部の者がやったってことね。それに一部の兵士の暴挙とはいえ、それを察知し止めることができなかったのは僕の罪だ。王としての務めを全うできなかった僕の責任だ。国家全域に目を配り、臣下全員の心をつかめなかった僕が、この私が王として至らなかったせいだ。兵たちにはかわいそうなことをしてしまったよ。私にはまだあなたのように民を導くだけの能力がないんだ。バット入ってるやん。僕はユーリが羨ましい。あなたのような素晴らしい王のいる神魔国国民が羨ましいよ。そんなことはない。そんなことはないって。サラレギ、顔を上げろよ。即位してたったの2年だし、まだ17歳になったばっかなんだろ。そんなんで完璧な統治をするのは無理だ。少子マロンは大きな国だし、民族も多岐にわたるって聞いた。こんな賢い子だったっけ。侵略したからな。あ、俺なんかトップとしては全くの素人で、王様の仕事が何なのか未だによく分かってないよ。助けてくれる仲間が優秀だからなんとかやってこれたんだ。この世にパーフェクトな指導者なんかいないんだって、サラレギ。何もかも背負い込んじゃダメだ。ありがとう。あなたはいい人だね、ユーリ。あ、そんないい人じゃないです。魔族のみんなは本当に幸せだと思うよ。違うって、サラレギ。さて、箱とカロリアの話だけというわけにもいくまい。あなた方もそんなおつもりではなかろうし。では言わせてもらおう。一国の王たる者が何故このような庶民の湯屋にいる。我々が公式に訪問することは事前に知っていたはずだ。サラレギ、フォン・ボルテール卿グエンダルは国政を執り行っている神魔国の実力者だ。俺よりずっと諸事情に通じてるから代わりに発言してくれてる。俺の意見だと思ってくれていい。彼に寄せる信頼の大きさは分かった。でもあなたと話したいんだ、ユーリ。他の頭の固い魔族ではなく。なんだと。分かった分かったよ、サラレギ。俺と話そう。いいよ、ガチンコトップ会談ね。議題は2つだ。1つは王様である君がどうして街道の宿に来ているのか。ここも十分リッチで豪勢だけどね。もう一つは、はっきり言うぞ、神魔国への国交申し入れの件だ。じゃあまず第一の疑問から聞くけど、どうしてこの宿に君がいる。王城で会うのに不都合があったのか。言っただろ、サラと呼んでほしい。親しくなった気がするから。私たちが今ここにいるのは神魔国の皆さんが必ず立ち寄ると思ったからだ。あなたの皇帝は予想できたから絶対に会える場所を選んだんだ。天下部からの帰り道、こちらにも用事があってね。城での準備を完了させて待ち受ける時間がなかった。そこまで急いで申し出たのは
あなたがカロリアにいると知ったからだ。ここで新魔国に帰られては、次に会える機会を伺うのも難しいと思ってね。早急な上に準備もできず申し訳なかった。しかしこの通り申し出させていただいた。なるほどね、わかったよ。じゃあ二つ目、新魔国との国交をどうして申し入れたのか。とても嬉しいことなんだけど、理由がわからないんだ。本来なら敵対視されてるんじゃないかと思うんだ。このところの新魔国の国外での働きは私たちも聞き及んでいるんだよ。カロリアでの復興活動のこと？それだけじゃないよ。スベレラでの囚人解放やヒルドヤードの労働者救済なども。ユーリ、君の働きかけだったのだろう。そんな新魔国とは国交を持ちたい、そう思うのは変だろうか。分かったよ、もうお願いだからそんな褒め殺しはやめてくれ。こんな説明ではまだ君の気は済まないのかな。下ネタやん。もちろん私もこんな急な申し出ですぐにお互いの調印まで進むとは思っていない。私の城でじっくりと国交について案を巡らせられればいいと思ってるんだ。それにユーリ、私の城を案内したいんだ。この季節はニキザキの花が咲いて庭園がとても美しいんだ。ぜひ見てほしいな。ユーリもきっと気に入る。それはいいね。この後私の城にしばらく滞在すると約束して。すぐに帰国しなくてもいいんだろう。そういえばサラレギ、物騒な噂を聞いたんだ。君の政策に反対する過激な連中が。事実だよ、ユーリ。急に出てくるね。ここの警備はどうなっている？びっくりさせんって、なんで急にこんなと。びっくりした。完全にもう心気持ちさらにいってた今。危なかった。助かるわ、コンラード。どうなっているんだ、小島ロン。あの連中は一体誰だ、なんだこの有様。何？お知り合いなのだろうか。彼は大島ロンからの使者だ。誰かと思えばウェラー卿だったんだね。見ての通りこの部屋には2つの国の王がいる。礼をもって入室してほしかったが、君にとっては今更なのだろうな。おっしゃる通り今更だ。しばらくこの宿にとどまるというので、半日も経たずに戻ってきたら宿の外は剣と槍で囲まれている。攻めても守りても同じ軍服姿。サラレギ陛下、どういうことか説明していただきたい。見ての通りだよ、ウェラー卿。内乱だ、とても小規模な。彼らは私の外交政策を妨害している。僕も言ってみたい人生で内乱だって。反乱分子がこの機に乗じてくるのは当然予測していたよ。人思いに処分できるいい機会かな。戦況が落ち着いたらここを出よう。こういう時のための隠し通路がある。私も同行することになりそうだ。コンラッド。陛下に近づくな、お前を切り伏せることになる。もうわからん、でももうなんかもう良くなってきた。もうここで切ってもいいんじゃない。正気か、グエンダル。じゃあお前ら一言言うけど、お前が正気かって聞けないからな、コンラッド。お前が反対派の手先でないと言い切れるのか。あるいは大シマロンの放った刺客とも。俺はここに新魔国の使節団がいたのさえ知らなかった。偶然の再会。法に及んで言い訳しても信用に足る言葉は見つかるまい。ウエンダ、だからといってお前とやり合う理由はないことはなかろう。そうだよね、ユーリ君のこと傷つけたもんね。ペンダンのこともあるからね。ペンダントのこともあるからね。やめろ、やめさせてくれよ、ボルフ。人間の土地で怪我なんかしたら大変なんだろ。キレイ電気でやりやれ。確かに二人の力は互角だろ。まだ僕いいからやらせておけ。そうや、やらせておけ。ウェンダルは
ここでは魔力は使えないんだろ。ってことは剣の腕だけで互角なのか。兄上が出ていかなければ僕が変わりたいくらいだ。クリエと同じ気持ちだろ。変わっ、どっちと。お前だってそうだろ。二三発殴ったくらいでは気が収まらない。何があったかは知らんが、ここでお前を許すわけにはいかん。俺もここで死ぬわけにはいかないな。お前がいなくなってからどれほどのことが起こったか知る由もないだろう。ああ、それはもちろんわからない。陛下がどれほど心配したかも。お前は魔王のそばで仕えるべきだ。その言葉はそのまま返そう。誰より誠実な者にこそふさわしい。なんやねん。手を滑らすとはな。熱くなって冷静さを失ったら。止めに入ろう。そこまでだ。陛下、もう気が済んだだろう。お前の陛下じゃない。お前は下がっていろ。斬り合いの中に入るなど。余計な口を挟むな。てめえから始めといて偉そうに説教するな、グエンダル。俺のいる前で俺以上に青臭い境はやめろ。ここをどこだと思っている。階段の場だぞ。わかった、すまない。結構まっとうなこと言うやん。大シマロンの使者の方には俺の部下がとんだ無礼を働いた。申し訳ない。心苦しく思っている。ほんの戯れです。どうぞお気になさらずに。大変興味深く見させてもらった。二人の間に起こったことは知らないが、せっかくできた大切な友人を巻き込まないでほしいな。私はここから脱出する。ユーリもだ。結構ね、サラのこと好き。ちょっとさあユーリ行こう。隠し通路だよ。ワクワクしないか。なんかこのままサラとユーリがなんかどっか二人でピョーってどっか行ってなんか幸せになっても全然いいかなって思っちゃうぐらいには。子供の頃に憧れたものだけど、城の通路はジーヤに冒険させてもらえなくて。ジーヤがいたんだ。では行きましょう。ユーリこっちだ。って暖炉に飛び込むの。え、なに、水なしで異世界にワープ。気をつけてユーリ、舌を噛まないように。これって滑り台じゃん。いやよいってて、後に続いた仲間が俺の上に。いってよ、どけよ、早くどけったら。さあこっちだよ、ついてきて。ああ分かった、みんなも俺についてきて。さあみんなさらに続いて、俺も後からついていくから。これ気になるね。後ろから来るのは。そういうことやんな。コンラッド、さすがに読めた奥も投資能力が働いた今のは。お元気でいらっしゃいましたか。いや、ね、変な気分になる。変な気分になる。お元気元気。おかしいじゃん。このユーリもびっくりしてるんちゃいます。サラのこと好き言うたけど、結局サラにはついていかず、コンラッドを選ぶ選択肢を選べた自分に感謝って感じよな。恩赦感謝って感じ。元気でしたけど。あのペンダントのこの時聞きたいんですけど。ベラール殿下もお気にかけておいででした。ノーマン様ですけどね。あん時はね。あの荒野では気がかりな別れ方をしましたし、大シマロン王には心配かけて申し訳なかったと伝えてくれ。サラレギー陛下とは仲良くなられたんですか。まあ一応多分お互いの全裸見てるぐらいの関係ではあるんじゃないでしょうか。ああ、しかし彼は。何、しかし彼はって、まず人のことより自分のことよ。しかし君はやからね。来てるかユーリ、出口だ。出口嬉しい、明るいところ大好き。
いいとこは。眩しい。馬には乗れる？馬？乗れることは乗れるけど走れないよ。なんか変な声出た、びっくりした。馬？で同じだ。アホの子みたいな。では私の馬車に乗るといいよ。ああ。馬よりは多少遅いが危険は少ない。羊ってこと？でも俺が一人だと仲間が心配するしな。みんなこっちだ。なんか面白くなってきたな。面白かったけど、城までは駆け通しでも数日はかかる。馬上では居眠りもできないが、馬車なら少しは休める。グリエと言ったかな、仲間だろ。彼はいないのかい？うん、彼とは別にここまで一緒に来たわけじゃないんだ。この宿で待っててくれてたんだ。そういえばウェラー教は一緒に乗らないのかな。あなた方と彼はかなり親しかったんだろう。多分一緒に乗ったらね、怒られるんだよね。彼は馬に乗らせてもすごいから。そう、下ネタや。それは頼もしいね。あー、では次回馬乗るところからにしたいと思います。面白かったね。ありがとうございました。